ただいまです。ピンク亀山さんヤッホー、帽子なんちゃってクリスマス。エリさんこんばんは。あー、キョンさんただいまです。キズナックさんこんばんは。まさか無音、え、聞こえますか聞こえますか。あたきたありがとう。足劇とか長かったけどなるほど。あ、AKB 劇場あ、聞こえる。あ、よかったよかった。感謝の国の作戦会議や、それな。もう作戦会議や。ちょっと待ってくださいね、その前にこれがなんかもうスルスル滑って。聞こえましたか。よかったよかった。あれ、かい、ふっちょ、あれ、どういう状況具体的状況。ちょっと待ってくださいね。こっちにしようかな。よいしょ、よし、メリクリー。なんちゃってサンタの帽子このでっかいのもあるんですけど、ちょっと似合わなかったちょっと似合わんかったわ、びっくり。メリクリー。電池式のメリクリー。あー、そうなんだ。メガネもあるよイエイ。いろいろグッズはいっぱいある昨日とはまた違うトナカイメガネです。でもメガネが似合わないすぎて頭につけといた方が可愛いかもな。イエイまあまあこの小さい帽子だけでいいや。よし、メリクリー、ハッピーメリークリスマス、イエイ。トゥトゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥル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 。そう、小道具が結構あるよ。で、昨日のこのシールまだ余ってるのでつけよう。どうしよっかな。プレゼントメリークリスマス、プレゼントに星もある。星をつけてなんかこの位置変だな。くっちりか。プレゼントに星をつけて、鈴鈴鈴。ご無沙汰してすいません。通知来てなかった。あ、続けてやっていることになっているから通知来ないかもしれん。もしかしたら靴下どうしよう。靴下ここに貼ろうかなあれかに、もう全部つけたい。靴下、はい、オッケー、全部つけました。よいしょ。通知来ないよね。だよね。ワルキーライブが始まった。ワルキークロリンさんこんばんは。よし晴れました。ハッピーメリークリスマス、イエーイ。キュウリバリビイエーイ。シールちょっと全部もう貼りたくてよし、顔につけました、イエーイ。それでは、トゥットゥルルットゥルトゥルトゥットゥ。あ、ノッキーついてみてたついてみてた、イエーイ。それではまずは宣伝からあ、いい感じ変じゃない、まあ変でもいいかも何でもいいや。まずは宣伝から、じゃん。今は峰吉ありさピンチな状態でございます。 ST48 セカンドシングル第2次受付が始まっております。今イエーイイエイイエイ。今嬉しいことに大阪と広島、この2月16日土曜日の大阪 ATC 大阪 ATC ホールだったっけと、2月23日土曜日の広島通商企業会館、通商企業会館という、ここの2つで、ここの2つのところで今まもなく感謝枠っていう、略してまも枠が出ております。ありがとうございます。イエイ。
でもですね、でもですよ、まだ魔物枠なだけでまだ感謝枠は一つも出ておりません。500枚で感謝枠なんですけど、まだ感謝枠が出ておりません。ということで、そうなんです、本当に皆さんにはご無理を言っておりますがあともう少しで感謝枠になるんです。ここと大阪と広島はあともう少しで感謝枠になる予定でございます予定です。なので皆さん、もう少しだけお力をお貸しくださいませ。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうです、完売にしてくださいということです。あきさん、よろしくお願いします。ただいまお帰りです。皆さん、イエイ、ありがとうございます。大阪と広島で今モモアクが出ております。これを感謝枠に何としても変えたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、感謝枠を出して感謝枠を出したら、なんとこちら見てください。普通の5時間分の握手会にプラス写真会、スペシャルツーショット写真会&サイン会が追加されます。イエーイイエイイエイイエイ。はい、よかったら皆さん、セカンドシングルの個別握手会で普通の握手とプラス写真、生写真、スペシャルツーショット写真と生写真のサイン会をにやってみませんかやってみませんか。よろしくお願いします。わかったぞ、ありがとう。ゴリピョン、ゴリピョン、ありがとうございます。あ、見やすいよ、よかったよかった、ありがとう。この前小銭落としたの、あ、覚えてる。次はお札が入ってマジか、やば、危な危な危な、いつの間にかやるぞ、ごめんね、始まっております。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いしますあともう少しで会社枠、よろしくお願いします。そう、B 期間の今二次受付なんですけど、 B 期間が終わるまでに多分感謝枠が出ないと、もう C 期間があるんですけど、 C 期間で感謝枠になったとしても多分感謝枠にならないと思うんですよ。なのでB、この今やってる B 期間の間で感謝枠を出せるかどうかが勝負となります。皆さんよろしくお願いしますよかったらご協力よろしくお願いします。お友達とかにもどんどん宣伝してくださったら嬉しいです。あとこれをスクショでツイッターで宣伝もよろしくお願いします。スクショこんばんは。白いアバター、あ、そうそう、これはそう、アリサなんですよ。そう、でもみきゃんちゃん、みきゃんちゃんっていうファンの方がそう作ってくれたアバターなので、そう、まだアリサが365日記念で作ったアバターはまだありませんまだ作っておりません。なのでこれはそう、ファンの方が作ってくださったアバターですので、皆さんももらいに行けますよかったらみきゃんちゃんルームを検索してみてください。こんばんは。ドナドナの旅、何ですかそれドナドナの旅、東京は頑張る。お、ゆりさんありがとう。そう、東京はね、3月10日がおすすめとなっております。ここはそう、ここはまあ、もわくも出てないので、そう、東京はね、もわくも出てないので、東京も一つは出したいなと思います。よろしくお願いします。必ず行く、ありがとうありがとう。感謝枠を買うための期間も必要、そうなんですよ、感謝枠を買うための期間も必要なので、多分 C 期間で感謝枠になったやつは感謝枠として認められないと思うんですよね。なのですみませんが、よろしくお願いいたしますてっちゃん靴下ありがとう。2月17日いける。お、2月17日東京サンシャインシティお待ちしてます。しんさんありがとう、ありがとう。名古屋から頑張っていく、ありがとうございます。赤目がねくん、お久しぶり、剣取ったよ、ありがとう。皆さんありがとうございますありがとう、嬉しいです。もぼめ登録しました、嬉しい。力丸もぼめ登録ありがとう、送りますよ。
配信終わったらバンバン送るので見てください。チャピチャピアバター欲しいですよね。持ってるやん持ってるやん。アバターもらってきた。おーエリさん、おーいいねいいね。あ、今やってる？みきゃんちゃんルーム今もしかしたらやってるかもしれないので皆さん行ってみてください。レッツゴー。アバター持ってない方はぜひ行ってみてください。イルミネーション見にショーバラに来てます。おーいいねいいね。先ほどあかりんさん配信見てたよ。マジいいな、いいな。アリさんは見れなかったですよそう、あの公演前に配信やるっていうツイートを見たんですけど、そうでも気づかなかった気づかなかった。今やってます。お今やってるそうです。いってらっしゃい。めっちゃ可愛い。ヤスさんイエイイエイ、メリークリスマス。毎日めっちゃ楽しみします。毎日送るよん。お楽しみに。ちょこんと乗ったサンタボそう、ちょこんと乗らないサンタボもあるんですけど、ちょっと似合わんかった、これでかすぎてでかすぎて。ちょ一旦外そう。一旦外して、これをつけようとするんですけど、なんかでかすぎてどうですか。もうサンタ帽なんかただの白いヘアバンドなんかようわからんわじゃーん、どうでしょう。こうやっとけばいいかな。どう、こう前にしたらサンタ帽って感じ。イエイイエイ、ちょっとでかいのがびっくりするほど似合うんだよね。あ、似合ってる、嘘、ほんまに。皆さんこんばんは。あ、みきゃんちゃんだ。ありがとう。ありがとう。え？あかり、あいちゃんのこと言ってたよ。どういうこと？どういうこと？その話詳しく聞かせて。詳しく聞かせて。垂らした感じは、あ、いい？どう？こういうサンタ見たことないけど。まあ、いいか。白い部分がそう。この帽子がいけんのかな？この白い部分がでかすぎてさ。普通もちょっとこんな感じじゃない。あ、こう折ればいいんかな。どうよくわかんないわ。どう、白い部分がさ、なんかでかすぎて、なんかもう白い泡をかぶったんかって感じなんですよねあ、ボタン持ってきた。おお、ありがとう。どう、もうなんかよくわからんわもういっか、いっか、ハチマキですよね。よりおかしくなる。確かにこれを前に垂らしとけば、まあなんとなくいいかな。よし、平塚さんスノードームありがとう。よし、デビュー曲、デビュー曲セカンドシングル風を待つって曲、神曲の予感を、ありがとうございます。お楽しみに。でも全員カップリング、まだ表題曲の曲はまだアリサは聞いてないんですけどまだ表題曲は選抜メンバーしか聞いてないんですけど、全員選抜のカップリングで入ってる全員選抜の曲は神曲な気がします。お楽しみに、お楽しみに。ジム終わって帰ってきました。おお、おかえり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 。ルームフォローしました。おみきゃんちゃんルームフォロー、久々に会えて嬉しかった。純子ありがとうございました。セカンドシングルを待ってますセカンドシングル感謝枠よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。セカンドシングルでも感謝枠が出せますように、セカンドシングルでもじゃないわ、セカンドシングルでは感謝枠が出せますようによろしくお願いします。祈ります祈ります。トン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 、イエイ。あれ、ちょっと待ってください。よしよし、オッケー。仕事休める、頑張っている、ありがとうありがとうございます。よろしくお願いします。祈りまくり、祈りまくります。もうこのゆかちゃんの顎の写真を見よう願いを込めて。23日行けなかったんですよね。
どこだ。あった。じゃーん。ゆかちゃんの顎で感謝枠が出ますように。セカンドシングルで感謝枠が1個でも出せますようによろしくお願いします。パチパチ一礼。あー暗くなった。じゃーん。感謝枠出せますようにパート2。感謝枠出せますように。かわいいでしょ。めちゃかわいいゆかちゃんです。ちっちさんこんばんは。出せますように。うーこさんやっほいほいやっほいほい。メールが来てる。えありちゃんからメールが来てるとあかり言ってたよ。内容忘れました。え、どういうことですか。ありさからメールが来てるどういうこと。ありさからメールが来てるどういうこと。てっ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 て。初めて来ました。おー、まどかさんありがとうございます。あれどこ行った。あった。じゃん。 ST48 広島県出身の14歳ありちゃんことミネオシアリサです。よかったら右上のハートを押してルームフォローしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まどかちゃんありがとう。今の 2枚くらい。2枚増えた。ありがとう。今日は久しぶり最後まで見る。ありがとう。おぎゅかです。ゆかちゃんゆかちゃんゆかちゃん、未来コール注文しました。ありがとう。すべすべですよ。もうすべすべ。目が見開いててかわいい。もうかわいい。ゆかちゃんはかわいいです。久しぶりに最後まで見る。読んだわ。ごめん。おいらいさんと相談になりました。ありがとう。最近どんどんとひなと会ってないですね。会ってない。23日の握手会いるかと思ったんですけどいなかったんですよ。セカンド東京。おお、あったった。ニカありがとう。ウーコさんありがとう。最近なぜか顎の予約がウケる。ほんまですかそれ。ウケる。ウケますね。でもあかり綺麗だね。あかりさん綺麗&かわいい&大好き。あ、ボタン持ってきた。おー、ありがとう。あきさんピンチって何がピンチだ。お助けします。お助けしてください。ピンチセカンドシングル握手会感謝枠が出てなくて今アリサはピンチです。ピンチピンチ。セカンドシングルST48セカンドシングル、みんなじゃんじゃんと感謝枠が出てるんですけどアリサは取り残されております。ピーンチ。皆さんよかったら感謝枠出せますように、大阪と広島がママ枠なのでよかったらもしもよければ大阪と広島来てくださったら嬉しい&みんな誰かお友達とかにも宣伝してみんなで来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくです。ピンチなのです。お助けマンしてくださいね。見てるの好きだ。ほんまや。あかりさんが好きなんです。そう、まどかさん。じゃん。ここにもいますし、ここのフォトブックも2冊&あかりっぷも持っております。あかりっぷ昨日ショールームでありちゃん見た。昨日ショールームでありちゃん昨日トナカイ、セクシートナカイどうでしたか。昨日はセクシートナカイでした。ほぼ初見。メリークリスマスバンチャー Z さんありがとう。 ST48 広島県出身14歳、ありちゃんことミネオシアリサです。よかったらルームフォローしてね。右上のハートしてルームフォローよろしく。メリークリスマス。メリークリスマスありがとう。こんちゃんこんばんは。よしたらさんにあかりの生写真とうさ耳渡した。え、嘘。ありがとう。ありがとう。プレゼント送ろうと思ったけどそれで10枚を買えるで、嬉しい。今日神曲縛りの公演千秋楽なんで。あ、ナナさんがエースの声。そうなんだ。
こんちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。置いてかないで、それ置いてかないで置いてかないで、みんなみんなじゃんじゃん感謝枠出してるので、ありさも負けないように頑張ります。皆さんよかったら大阪広島で、大阪広島もあともう少しで感謝枠が出る予定なので、皆さんよろしくお願いしますよかったら大阪広島お待ちしてます。頑張るぞー。おお友達誘ったやうこさん、ありがとう、感謝です、感謝です、ありがとう。大阪に行ってみようかな、握手会行ったことないから初めての握手会。おー、力丸ありがとう、力丸、力丸ありがとうございます。クレカちゃんね、 YouTube チャンネルができてびっくりしました。すごいすごい、いいね、いいな、いいな、みんなね、全員なんか始めたいですよねね、なんかちょこちょこ始めてるんですけど、始めてないメンバーの方が多いので、アリサもやりたい、 TikTok がやりたいです。アリサに YouTube の編集は無理だと思うのでアリサにアカリンさんみたいな YouTube 編集能力はない、能力ないので、簡単にできる TikTok がやりたいですな。 YouTuber やなでもやることがないもん、アリサは女子力、アリサの女子力動画、女子力ないもん女子力ないもん。だからちょっとだけ買ったかな。ありがとう、ワックくんもありがとうございます。感謝枠がですね、感謝が出ないとこちらも大変で、そうですよね、そうですよね。じゃん、感謝枠はね500枚で、500枚券完売で感謝枠が出るんですけど、もし感謝枠が出ますとスペシャルツーショット写真会&サイン会が追加されます。イエイ一部から五部の通常の握手会にプラス、スペシャルツーショット写真会&サイン会が追加されます。よかったら皆さん来てください、よろしくお願いします。感謝枠はスペシャル特典付きの握手会の部が追加されるようになっております、よろしくお願いします。イエイ。しかもですね、握手会の完売が出て感謝枠が出ると選抜への近道となるんではないかと思います選抜への近道となるんではないかと思っております。やっぱりね、出ない人よりかは出る人の方が確実に上だと思うので頑張りたいです、よろしくお願いしますせっかくも可愛すぎる。マットハルドコさん、ありがとうございます。ハルドコさんありがとう。 YouTuber は無理、 TikToker です、 TikToker TikToker、 そう、プレゼントつけてます、プレゼント、やることは作るもんさですよね。編集スタッフに任せ、え、そうなん、そうなんだ、編集シャラーニに任せようかな。そうよね、でもあかりんさんは自分でやってるじゃないですか自分で撮影して、自分で撮影じゃないわ自分で撮影して、自分で編集して、すごいですよね、さすが。よしたるさん、やっほー、こんばんは、小雪なさとくん、やっほほー、めちゃめちゃ可愛い、ありがとうございます。行きます、必ず行きます、ありがとう、力丸、力丸待ってます。せやな、せやな、なんか武器を身につけたい、確かに、ブブブン武器、一目惚れしたから行きます、ありがとう、力丸大好き何も手につかない、頭から消えない、会いたくて会えなくてドキドキが止まらない、ねえ聞いて、君が好きなんだ、大好きだよ、ジュッてしてよ、イエーイイエイイエイイエイ、よろしくお願いします
よろしく。明日から昼間も配信できます。そう、明日からあれですよ、冬休み期間なので明日からできます。うん、イエイエイエイ、よろしくお願いします。よろしく、大好きだよ、ありがとうございます。お、ゆりさん、なんじゃこりゃ、ブラボー。ブラボー、ありがとう。ブラボー、ありがとうございます。シルビ、改めて白すぎ笑ったピーポー、白すぎ笑ったピーポーですよね。白すぎやろ、笑ったピーポー、イエーイ、ありがとうございます。歌がかい、ありがとう。ありがとう、かわいすぎかよ、ありがとうございます。照れますな。ありがとう。アンカール、恥ずかしい。本当の感想、ブラボー、ブラボー。ありがとう。ブラボーギフトが飛んできた。パチヤさんも靴下、欲求かわいい、ありがとうございます。かわいい、メリクリ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 でもその歌のね、サビ1サビが終わったところの次、2サビ、もう2番なんかな、2番の歌が可愛いんですよね。その2番のちょっとしたフレーズがあるんですけど、そこが可愛いけ、そこまで歌いたかったんですけど、ちょっと泣かすぎたらしい。そこまで歌いたかったんですけど、ワンフレーズでカットされました。カット、ワンフレーズまででしたね。まででしたな。その続きが怖いですよ。なんだったっけな。大好きだよ、ギュッてしてよって終わりじゃないですか。ギュッてしてよってやったら、なんだったっけ、重たいかな、君はどう思うんだろうってところだ。で、一番最後はチュッてしよう。かわいい、かわいい、その子さんの声がかわいい。大層来たよ、チュッてしてよって終わったら、チュッてしようって終わるんですよ。しかもあの息みたいなささやき声でマイクめっちゃ近づけて、チュッてしよう、おーって感じ。そこまでやりたかったんですよ。大好きだよ、チュッてしよう、あ、チュッてしてよってやって、最後にチュッてしようみたいな、おーおーおー、そこがね好きだったのに。そこが好きだったのにな。やる気なかったけど、仕事頑張るの、頑張ってください、力丸さん、ファイトファイト。1.6万、1.6 万回いった。おー、ありがとうございます。1万6000回再生、ありがとう。ありがとう。2月17を申し込みするか考えるかな。ありがとう、パチジャンさん、待ってます。お家に着いてる。そう、お家に着きました、完全釣られました。ありがとうございます。ありがとう。特徴ある声がすでに特技だよね。ありがとうございます、ありがとうございます。コンブ版はコンブ版、ミルキーのクリスマスライブ行けなくて泣いてる。今日、今ナウ、今ナウ、まさかの。いいね、歌い方好き、ありがとうございます。そこがあればワンちゃんは確かに。いや、そう、来たよ、ギュッてしてよからのもう一押し、ちょっとしよう。そこがあったらいけとったかもしれん。こんばんは、メリークリスマス、メリークリスマス、ナウです。ナウか、ナウか、ワンショット動画で。そうよね、ワンショット動画で歌います。ワンショット動画で全然、あのリクエストがあれば歌います。よかったら来てください。よかったら来てくださいね。わはは、わはは、笑った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 ピーポー、
とこの誰か名前隠しにさあわげはい笑った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 ピンポンはいなんで生きてるのか教えておお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 お怪しい取られて拡散中とかくにこの世は住みにくいパッパハー金かかりはしなかったおーエチ最高ありがとうありがとうございますいや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 楽しみですね楽しみですねありがとうな片思いのそう片思いの陸地歌ったないい波乗ってんねいい波乗ってんね片思いの入り口片思いの入り口のアリサパートだけ妙に難しいんですよあの早口の早口ゾーンがあって そこを一人ずつ歌ってるところがあるんですけどアリサのところはそばにいるとただの友達でもっていうところなんですけどそばにいるとただの友達でもを早口で言ったら早口が曲に合わせて言ったら超むずいんですよそばにいるただの友達でもそばにいるただの友達でももうやばいやばいアリサのとこだっけ難しいそばにいるただの友達でもそばにいるただの友達でも離れた分過敏になってるのんちゃんとこ簡単離れた分過敏になってる離れ…じゃあそばにいるとただの友達アリサのとこだっけ難しすぎる質問広島駅周辺おすすめ場所ある広島駅周辺おすすめ場所広島駅周辺はそうだなあれですかね広島駅は前まで揚げもみじ食べれたんですけど今はなくてもうなくなっちゃってでもですね広島駅はねいろいろでもありますよ噴水バス乗り場広島駅の南口南口のところにはベイクっていうそこが多分一番おすすめだと思うベイクっていうあの多分東京とかにもあるかもしれないんですけどチーズタルトチーズタルトのお店ベイクっていうチーズタルトのお店が毎日並んでますもう人がめちゃくちゃ毎日人が並んでてでその隣にあるのは広島チョコラっていうところあるんですけど広島チョコラっていうなんか生チョコみたいなところ生チョコのお店があるんですけどそこもめちゃくちゃ美味しいです結構人並んでるそこはいつもそこはおすすめかなと思われますベイクある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 よね多分ベイクは東京にもあると思うんですけど広島チョコラは食べてみてくださいめっちゃ美味しいですよいや、誰くらいだろう思い出せたかった歌ってし君と知り合ってどれくらいだろうちょっちょっちょんいつが初めてか覚えていないピューただのー毎日並ぶつそう、毎日並んでるよ毎日そばの誰がさえも見えずそばの誰がさえも見えずそれ2番やな何だったっけ風のようにみたいなふんでこんなに胸が苦しいんだろうえひな湯どうだったっけちょっと待ってねちょっと待ってね待ってね今日、おしつじゃなくてじゃんじゃんクラスが AC で C 組の僕は彼女の様子がわからない会えなくなってやっと気づいたその興味とは好きだってことだなんだんたんたらたらたらたんえ、そこなんだったっけちょっと待ってね好きだってことだでもひなよも簡単だった気がする気のせいか声が聞こえたようなだ気のせいか声が聞こえたような渡り廊下走っていたような簡単じゃん
気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるただの友達でもそばにいるただの友達でも離れた分過敏になってる。もうアリサだけだよ難しいの、ひどいなこの曲。気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるとただの友達でもそばにいるとただの友達でも、そばにいるとただの友達でも離れた分過敏になってる。やっぱアリさんとこだけだ難しいわね。もうちょっと簡単なのなかったかな。自分の子ぐらい、娘ぐらいの子につありがとう。リバントフォールファミリー劇場見てるけど、辛いは辛いはどうした、どういうこと。あ、ピザさんお疲れです、お仕事お疲れです、早口言葉ベテラン。いやどうなんでしょうか、試験の後にゴールがあります。試練の後にゴールが、そうですよね。イエイ、明日は年内最後の明日は年内最後のあれなので、陸上公演なので、皆さんよろしくお願いします。コールも夜公演です、アリサはよろしくお願いします。イエイ、あれじゃな、できると思って難しいとか、いや多分あれでしょうね、ひなちゃん、あゆみ、アリサ、のんちゃん、ひな、あゆ、ありのんってなってるので多分名前の順番ですね、多分ひな、あゆ、ありのんっていう、ひな、あゆ、ありのんの順番だと思うんですけど、アリサの一行だけもう難しい、難易度マックスやろ、やべえ。はじめまして、こうきさん、え、昨日も来てくれてなかったでしたっけ、違う方かな、ありがとうございます。 ST48 広島県出身14歳、アリちゃんことミニワシアリサです。よかったら右上のハートを、押してルームフォローよろしくお願いします。ありがとう、ゴリポン靴下ありがとう、ありがとう。大晦日は、大晦日配信しますよ。でも大人面は12時までの大人面は5時までできるらしいんですけど、ちょっとアリサはできないので配信はいつも通り8時まで、8時までしかできないんですけど、そうなんですよ。でもメール、明けおめメールは送れるらしいので、明けおめメールは送ります。なのでまだモバメール取ってないって方はよろしくお願いします。明けおめメールが届くのでね、年越し配信、年越し配信はできないんですけど、すいません、やへん。 YouTube で何回も見てありがとうありがとう、再生回数が伸びているので、よかったら見てね、 YouTube を見てください。年末年始のご予定は、年末はまだ決めたんですけど、1月1日眉毛サロン行きますそう、やっと念願1月1日にやってるんですよ。だからむしろ1月1日しか相手の予定がもう取れなくてですね、人気すぎて、やっぱあかりーさんってすごいね。あかりーさんが眉毛サロン行ってきたって YouTube に上げてから、広島の眉毛サロンもすごい人ですよ、すごい予約で殺到しとるらしい。でアリさんも予約をそう元旦に入れることができたので、イエイ、今年の初めは眉毛サロンで決まり。眉毛はあかりーさんみたいにしてきます。予約でいっぱいなんですよ、すごいよね。 YouTube やってない、 YouTube YouTuber ではないんですよ。もまめさく登録しました、ありがとうございます。眉サロンに、そう、ちょっとこのちょっとバラバラな眉毛を直してきますちょっとねじれてる眉毛を今日行ってきた、マジすごっ。オーディション風景全部見てる、恥ずかしいオーディションの頃と顔が違うよね、自分でも思う。なんかオーディションの時の方が細いんですよ、顔がちょっと丸くなったオーディションの時の方がちょっと顔がシュッて細いんですけど、
ちょっと丸くなったやばい。でもオーディションの時は眉毛が2倍、眉毛がめっちゃ太い眉毛がめっちゃ太い。えー、やっちゃん可愛いよやめろ、わかる、丸くなった、ひどいひどい。そう、丸くなった、わかる、やっぱりやっぱりわかる。そう、お正月で、お正月のお餅食べる前にもう丸いっていう、やばい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 、まだクリスマスケーキもお餅も食べてないのに丸いっていう。みんな黙りだ、そうやだー、マジ今泣いちゃう、ごめん、黙ってた、気づいてた、まさかの、マジかー、頑張ります。時間かかった、ひどい、チックショーピースマジっすか、マジスカラクーラー、タタ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 タ、イワクラがちゃうダメなフォローやな、丸顔丸顔丸顔、かわいいよ、アスカさん、イエイありがとうございます。マリアのケーキ代だから、え、でもあれあれはあれじゃん、500日記念のあのこんだけやん、4分の1じゃないね、1、2、3、8分の1、いや違う、1、2、3、4、5、6、7、8、合ってる、8分の 1個じゃん8分の1個じゃん、コッコやけど、そうそう、コッコちゃん、コッコちゃん、コッコちゃんにちょっと聞いとくね、細くなる方法コッコちゃんにちょっと聞いとくわ、細くなる方法。めっちゃ鼻高い、あ、鼻高い、あ、確かに、マリナに鼻も交換しようって言われるうん、それは言われる、マリナに鼻交換しようって言われるけど、アリサはマリナと目が交換したい、お目目交換しようマリナの二重が欲しい、めっちゃ二重幅広くないそこそこです、そこ、ダンスではめっちゃ動くから大丈夫、いやダンスで動くじゃん、スタジオ公演とかで、スタジオ公演であんなめっちゃ動くのに痩せたことはないよあんなに動くのなんで痩せんのやろ、はてな、はてはて、いや、かほちゃん、かほちゃん、かほちゃんにも聞こうかほちゃんもどうやったら痩せたんやろ、外人サポイメンねね、しかもなんか一番に太るところは顔一番最悪のパターンじゃない、一番最悪のパターンや、一番に太るとこがお腹だったら、お腹がぷくーってなるんだったらまだわからんじゃんまだわからんじゃん、でも一番に太るところは顔、一番最悪のパターン見直し、ありしょ、せーの、おやかー、イエーイじゃんけん大会の時の登場がいまだに好きですせーの、おやこー、イエーイ、おやかースムージーめちゃん、え、スムージーっていいんよき、可愛いから美人になりそうな感じで、ありがとうございます、ありがとうございます。2階席だったよ、おー、あ、2階席の方がいいらしいですよ、2階席の方がなんか全体が見渡せておすすめって言ってましたので、ラッキーや、ゆきゆきちゃんラッキー、おめえおめちゃっす、おめちゃっす、腕立て伏せできんもん腕立て伏せできない、あの手の力なさすぎてこの上腕二頭筋この上腕二頭筋がなくてですね、タピオカ好き、タピオカ好き、本当にそう、ラッキーラッキーマンボウ、
当ててみな、イエーイ。目立てた運勢は、うん、なんこれでやるんだ。ひーゲバントホール、そうそう、ゲバントホール。あ、スクワットはできるよ、スクワット。でもさ、なんかさ、スクワットしすぎたらなんか筋肉がついて逆になんか太くなりそうやない？逆にこの顔をどうやったらするんかなって、顔の痩せ方は知りたいんだよね。ステージからボード見えるかな、見つけます。2階席だよね、見つけます。顔を隠すの、そうなんですよね、シェーディングをめっちゃ入れないと。お服みたい、ひどいひどい。トゥトゥトゥルトゥ、ナナさんの生徒さん D 席、 D 席ってどこでしたっけ。1階、 ABCD 4列目、すげえ。スクワットが太くない、そうなんだ、へえ。顔の筋肉が動かす、あー、一気に一気に。3月17日はありちゃん、キャプテン、どんちゃん、ここから。ええー、ありがとうございます。3月17って何だっけ。3月17ノーウェイマンでしたっけ。セカンドじゃないよね。待ってます。お待ちしてます、ありがとうございます。5分前だ。5分前になりましたので、キャッチフレーズいきます。よろしいでしょうか、いきます。あ、明日も夜公演よろしくお願いします。コールをよろしくお願いしますね。いきます。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー。アリさん号出航、イエイ。はい、ありがとうございます。中学2年生アリちゃんことミネオシャリさんです、よろしくお願いします、イエイ。イエイ、出航ありがとうございます、よろしくです。よし、そうしたら、そうしたらギフト、ギフトはゴリピョン、ヨッキュン、パジジャンさん、ユリちゃん、ヒラツグさん、ケンちゃん、テッちゃん、バネさん、ありがとう、ギフトありがとうございます。じゃあランキング、13位アッツさん、12位、横道された男さん、11位さくらもちさん、10位ゴリピョン、9位マキさん、8位福岡のゼロさん、7位キズナックさん、あ、6位は読めません、もう今度教えてください、と読み方を。多分アリサ、アリサがなんとかこうちょかって書いてあるんですけど、あとの3文字がちょっと読めません、ごめんちゃい。5位はひとりごとさん、4位金魚ちゃん、3位てっちゃん、2位ひでさん、1位は、あ、ちょっと待ってください、あった。1位は、クリボッチのヨッキュン、ありがとうございます。ドラムを新しくもらった方に変えたんですよ、このこっちのリラックマの方に。ちょっと音が高くて、ドラムの音が高くてね、ごめんなさい。エリーなんとかってか、あ、そうなん、アリサやなかった、アリサだったかと思いよった。よいしょ、乾いた音だ。そう、乾いた音の音が、前の方は音は良かったんで、音がいいんですけど、すぐ壊れるのでちょっと難点だったんですけど。千葉エリーさんの、いや、マジアリサないんかい。アリサちゃうんかい。音変わっ、ちょっとこのこっちの音に慣れていただけると、音が変だ、そう、音が迫力がない。そうなんですよ、すいません。陸上コーナー、そう、お手紙プレゼント受付 OK らしいので、よかったら待ってます。待ってます。音馴染んでくる、馴染んでくるんだ、へー。へー、あと2分だ、やばい、プレゼント送ろう
送ったそうです。お、吉田さんありがとうございます。待ってます。ありがとうございます。あ、セカンド宣伝書だね。じゃん、皆さん ST ホテトセカンドシングル、今日じゃない、明日の1時まで、明日の1時までで2時うじゃらられれ明日の1時まで2次受付をしております。来てね。大阪広島激推しです大阪広島もう激激推しですよ。よろしくお願いします。感謝枠出ますように、ゆかちゃんパワーでお願いします。あれ、ゆかちゃんどこ行った？おぎゆか様の顎に誓いたいと思います。セカンドシングル感謝枠出せますように、よろしくお願いしますおぎゆか様の顎に叶えていただきたいと思います。よろしくお願いしますめっちゃ噛んだ、ごめんなさい。感謝枠出ますようによろしくお願いします。よろしくお願いします。応募します。あ、ありがとう、あつかさんありがとうございます。皆さんよろしく、ご利益ありそうでしょ。よろしくお願いします。それでは明日は夜公演頑張ります。よろしくお願いします。それではお疲れんこん今日もお疲れんこんでした。おやすみによしバイ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 。明日お楽しみに。あ、雪明けちゃんよろしくお願いします。見つけます。2階席だよね。見つけます。ありがとう、お疲れ様。おやすみです。おやすみんみんおやすみにおしメリークリスマス。